6位と3位の対決になりました。2019明治安田生命 J3 リーグの第13節ザスパクサツ群馬対釜玉アレサヌキの一戦となりました。まあ、序盤阿部がひどくなるかと思われたんですが、まずはフリーキックからのこの得点です。ヘディングのこぼれ球をサイドバックの道永のボレーシュート、これが決まって群馬先取点。道永本人としては J リーグ初ゴールということになりました。クロスのこぼれ球、浅田のボールが流れてたところを道永の左足左隅にゴールしました。続きまして後半に入ります。51分のシーンです。加藤がドリブルで持ち込もうといったところ足がかかりました。永田と足がかかりまして、これが PK の判定になりました。内側にカットイン入っていこうというところ、これを本に加藤が正面低めのゴロで決めました。群馬が2対0リードということになりました。このコースです。強気の加藤が決めていきました。さあそしてゲームも終盤です。前線に送り込まれた長身のベスヨン、中のクロスに対して低いボールで力技で決めていきました。まあ、前節に続いての得点ということになりました。途中出場終盤の得点ベスヨンです。非常に雨に強い選手という印象がこれでついてきました。ディフェンダー登録のベスヨンがこの時間に足で決めました。2対1、追撃の罵を上げたサヌキでした。さあしかしサヌキ前がかりになったところ、群馬のカウンターが抑えます。左サイドに展開、右サイドに展開、これを吉田が中に戻したところフリーで決めていったのが加藤純也の2点目。これで群馬が3対1とリードしました。このサイドチェンジも見事でしたが、このルーキーサイドバックの吉田のクロスしっかり決めていきました。